いすみ市にある養鶏場の同じ建物内でニワトリ5羽が死んでいるのが見つかり県が遺伝子検査を行った結果けさ鳥インフルエンザウイルスが検出されましたこれを受けて県はきょうからこの養鶏場のニワトリ114万羽余りの殺処分を始めるとともに自衛隊に災害派遣を要請することにしています。県は、この養鶏場を中心に、 半径3キロ以内を鶏や卵の移動を禁止する移動制限区域に半径10キロ以内をその,地域その地域から外への鶏や卵の搬出を禁止する搬出制限区域に指定するとともに周辺地域で畜産関係の車両の消毒を行っています。